カニいい、普通に美味しい。あ、普通にいい感じ、うん、あ、こんなでっかいの入ってたんだ。うん、でここで終わる。うん、ヨルバニョ新大久保です。新大久保です。この前こう言われさ、今更かって感じのセマール食堂に行った。はい、今度このお店もずっとすっぽかしたけど、もう行かなきゃなって思ったお店がある。アパホテル、その定番が分かんないの。そうね、結局逆に。いや、もうあれです、ヘジョンデさん。あ、え、俺ピンときてないわ。え、みんながもうまず行くお店って実はテジョンデってお店があるんです、うん、そうなんだ。新大久保に3店舗もあるんです。そこね、本当は間違いなく美味しいお店なんで、うん、ちょっと2人にね、それをね、紹介してみたいと。初心者にもおすすめ、誰を連れてっても喜んでもらえる、そんなテジョンデさんに今日は行ってみたいと思います。レッツゴー。ということでテジョンデなんですけれども、実は今日テジョンデさんから協賛をいただいております。 PR 案件です。ありがとうございます。ただワッキーとリョウには今日 PR で撮影するよってことを一切言ってません。なのでもう普段通りに撮影します。普段通りに撮影するけども、 PR と知らない2人がどういう反応してくれるのか、それもすでにね、楽しんでいただくような動画にしたいと思ってますので、まあ一緒に見ていきましょう。もう21年、長くない？もう大学3年生ってこと？2000年だから。これ新大久保の中でもさ、この立地、駅近の超一等地のところで20年もやってるってことだから、うん、もうすげえ。メニューがすごいっす。もう海鮮系のメニューでいうとここが一番多いんじゃないかってぐらい。なんか空気の違い感じませんか、いつもの店と。はい、韓国人のお客さんはいないね。だって俺ビビったのが、若い男子グループが入れてそうなの。確かに。それはやっぱりこう、ポピュラー感を感じるよね。うん。1人前1100円で、これ全部ついてくるんですか。安っ。今回は単品で頼んだけど、このね、おすすめなのは刺身を頼んで、そうすればプラスで1人前でもういろんな料理がついてくるやつが税込み1300円で食べれます。これすごいぞ。ケジャン、ケジャン、セウ、チーズダッカルビ、オッサム、クンチム、チヂミ。絶対満足点って書いてあった、トイレに。あ、書いてあった。新鮮すぎるわ、この背景でお酒を飲んでるピーポよいしょー。これどうなんだろう。卵は初めてだよね、これ。そうだね。ごめんなさい、分かってないよ。はいはい、いいよいいよ、大丈夫。卵は、うん、これ何、丸飲みってこと？これにつけるってこと？え、あのさ、完全ケジャンってご飯にかけるって卵やる宗派もあるんだよ。はいはい。そんでサンナッチ、はい、来ました。久しぶりに見たサンナッチ。サンナッチはね、結構海鮮を好きになったきっかけでもある。そんでこれね、ちょっと気になって頼んだんだけど、カンジャンサーモン、これうまかったら俺家でやるわ。漬けサーモン、これでいいから。そうだ、これでいい。これ今まで取ってきた海鮮屋さんよりも華やかだよ、めっちゃ。そうですね、なんせね、旗があるから。そう、これ嬉しいよね。嬉しい。カンジャンケジャンのね、身はね、しっかり美味しそうなのよね。うん、あー、うめ。カニいい、普通に美味しい。あ、普通にいい感じ、うん、いい感じのカニ。これはね、うまいっす。わー、めっちゃかぶりつく。身は相当入ってる。殻柔らかいから脱皮してそんなに立ってないか。すごっすごっ、うまい。うん、みだくさん、おいしい。あ、でも、すごいんじゃない？思い出された。え、こうやっちゃうってこと？これそこで溶きます。うわー、カニ味噌とめっちゃ合わさったやつ。これはこうやってつけて食べる、こうやって。わこういうこと？いいよ、それいっちゃおう。うん、なるほどね。普通にうめえ。あ、うまっ。いいね。これご飯か、やっぱり。やっぱ米だろうな。ご飯入れてみる。米を、こっちか。
入れすぎじゃね入れすぎだ、入れすぎました。いやすごいいい卵かけご飯ってことだ。そうなんだ、まさに。うまっ。あーちょっとえぐみもあっていいわ。カニ味噌の苦さと卵のまろやかさと醤油のうまみ&ご飯の糖質。食べてみて。おいっけおいっけうん、うまっ。めっちゃうまくね、これ。うん、美味しい美味しい。サーモンユッケじゃない。うまっ。これでいい。ただ、なんだろう、完全まるまる系ではないから、なんだろう、完全系じゃ食べた方が韓国料理食べてるから。うん、せっかくなの。やばやばくない？これもう海鮮めちゃくちゃ入れたスープ。すごい。ポセイドンみたいな。海の王様。スヌーブさ、俺すごい好きな食べ方があるんだけど、やっていい？おお。もう卵あるじゃん。うん、でこれってさ、ここでこう溶きがちじゃん。うん、でも俺は、ああ卵かけご飯ってこと。こう乗っけちゃうわけ。なるほどね。はいはい。でここにこのスヌーブのスープをかけて、うん、でここで割る。うん、これの方がもうどっぷりこの卵をいただけます。はいはいはい、あ確かに。おお、全然辛くないスープだ。これ海鮮の味の方が強くていい。うん、うわ中もすごいよこれ。カニめっちゃ入ってるんじゃん。わおわお、だし超染みてるよこれ。これは1200円だよ、安くない？そうなんだこれは安い。ほんとに海鮮強い。海を感じるわ。海鍋だよね。あ、こんなでっかいの入ってたんだ。うん、うめ、うまそう。汁がすげー入ってる。カニ入るだけでなんかその鍋変わるよね。いや、出汁として優秀すぎない感じ。なんでお前さ、俺の上にスッて移動したの今。わあ、すげえ演出。うわー、これやりすぎだったよ。すごい輝いてる。輝いてるね。いや、3つも良さそうですよ。うん、タイとヒラメですか。うん、ね、これですよ、やっぱりこっからだな。スコチュジャン間違いないやつ。包んで食べますと。うまい。やっぱしっかりみじゃない。カニもそうだったけど魚プリプリでいい。あとやっぱエゴマだな。エゴマを今食べれるの。エゴマで包むのが一番うまい。うまい。あ、歯ごたえ弾力が合う。うまい。酢漬けでしょこれも。あ、酢漬けなの。絶対うまいじゃないですか。やだ。すごいので食べる。ハピネス刺身です。うわ、うまい。うん、うん、ぷよぷよ。では初テンションでどんな感じ、どんなイメージ。僕らが普段行く感じのお店のちょっとした入りづらさ、それを多分全部排してるけど、ハイクオリティ。シガレオたち韓国料理食べてるから行こうよって初めて言われた人に連れてきやすいかもしれない。うん、入り口としては超良くない。海鮮入り口。一番おすすめのメニュー何でした？ハイボール。こいつに聞かない方がいい。こいつについてかない方がいい。量的には、俺はね、人参をね。俺はでもこの中でやっぱりカンジャンケジャンが好きだったな。海鮮スンドゥブ。海鮮スンドゥブやばかった。わ、具材の暴力。カメハメハーって感じだよね。最後に今日はもう PR でした。PR でしたって俺らが言われちゃうパターンあんの？今日は案件としてやりました。てかこんなステマじゃないスタイル、スタンスの PR とかないから焦ってるよね今だから。いや、そうそう、振り返って今いいこと言おうかなって思うんですよ。いいこと、はい、3、2、1。子供から大人まで、男から女まで、全員来ちゃえ。
で、店員さんかっこいい店員さんかわいいテジョンデ、ゴッサムシー、ゴッサムシー、赤いって、顔赤い、顔赤い、顔が赤いって、案件って分かってハイボール飲んだ、ごめんなさい、案件ハイボール違う、案件ハイボール2杯ぐらい飲んだ、いやでもなんかね、食らいましたよ、季節問わずさ、いろんな海鮮メニュー出るっていうのがいいじゃん、正直、俺友達呼ぶなら個室でテジョンデ行きたいなと思ったの、あ、3号店のテジョンデ行ってください、行ってみたいわ、新大久保でテジョンデ、入り口として本当におすすめです、ありなんちゃうか、バイヨン、タコとマグロがチューしてる、海の宝石箱か、우동아참치가뽀뽀하고있다바다의보석함이야これ韓国語にあるんだこのボキャブラリー